ニュースポストセブンです。昨年放送され大ヒットした堺雅人さん主演のドラマ VIVANT、 続編の制作に向けて水面下でチームが動き出しているようです。芸能関係者によると、すでに複数のキャストに連絡がありましたが、2026年の放送に向けて来年夏頃にクランクインする予定ですとのこと。 TBS は300億円規模の制作費を準備して制作会社ザ・セブンを設立。緑山スタジオ内におよそ20億円をかけた最新鋭のスタジオも建設しました。その目玉の一つがビバンの続編。現段階では3部作になる構想もあるそうです。ニュースポストセブン。